はい、こんにちは、B レジェンドの上野です。今日は、普段 YouTube やってる B レジェンド染田が、会社にいないので、私が、代わりにやっていきます。で、今日お知らせしたいことはと言いますと、新商品がまた出ます。こちらです。B レジェンドブラック。何かというと、まずプロテインです。まあ、このシーズンが、そろそろブラックフライデーの、シーズンとなっていますので、まあ、それにうちでも何かできないかなということで、作った、プロテインです。まず大きさなんですけど、420g で値段1980円です。で、今回もこれ、限定です。すごく少ないです。500袋限定で。やっていきますので、興味のある人はぜひ、買っていただきたいなと思うんですが、まあ、気になる味、どんな味なのっていうところ次第で皆さん検討されるかなと思います。で、まあ、こちらとしては実は答えを持っているんですが、まあ、あえてここでは、明かさずに、まあ、レビューはしていきますが、まあ、その感じでこう、なんとなくこう伝わればいいかなという、感じで、思っておりますので、この動画を、見て上野が美味しそうに飲んでたなと思った方はぜひ購入ご検討ください。なんせ500袋限定ですので迷ってる暇はあまりないかもしれません。というわけで、飲んでいきたいと思います。よしよし。で、ブラックフライデーと言っておりますので、中身はこんな感じ、こんな感じ。色だけ見るとね、わからないですけど、あ、匂いもまだわかんないですね。難しいですね。じゃあ、飲んでいきましょう。通常の B レジェンドと一緒で、付属の大きいスプーン、すり切り、1杯。こんなもんですかね。を 200ml に入れます。はい。こんな色です。もう、何ですかね。黒。まあ、そもそも、プロテインのパウダーの原料がやっぱり、白っぽいので、まあ、そこに黒を足したら、こういう色になったのかなという、色合いになってます。まあ、ここだけで言うと、正直、そんなに美味しそうに見えませんっていう方もいらっしゃると思います。でも、もう作ってる側からしたら、この色のイメージをひっくり返すくらい美味しいものになってるっていうのは、もう分かってるんですけど、まあ、ここで改めて試飲をしていきたいと思います。美味しいです。すごく美味しいです。自分が好きな味です。これはもう本当に言ってしまえば、飲めばすぐ答えはわかると思います。男性よりね、女性の方が好きかもしれません。女性向けの味です。で、割と、すっきりかまろやかかで言うと、まろやかな、風味かなと。近いので言うと、昔、季節限定で出してた、栗とかの系統にはちょっと近いかもしれません。少なくともベリーとかの味ではないです。チョコとか、キャラメルコーヒーとか、抹茶とか、その辺のあたりが好きな方っていうのは多分、すごく当たると思います。結構他のサプリメンバーの中で特に私好きで、もう普通に、サンプルですけど、普通の自ら飲むプロテインとしても、これは、採用を一時こっそりしてたくらいの、レベルの味になってます。そうですね。まあ、時期的にも、春夏では決してなくて、この時期にぴったりといえばぴったりかな、というところです。で、まあ、420g なので、味が合わなくて、飲み残してしまうっていうところがなかなか考えにくいくらいの、サイズ感ではあるので、飛び込んでもらってもいいのかなと思います。では、改めてなんですが、この B レジェンドブラックの、まあ、いつ発売するかと、まあ、おいくらかっていう話なんですが、発売自体は11月の22日、22日金曜日の12時から、スタートです。で、まあ、先ほども言った通り500袋限定なので、興味のある方はなるべくお早めに、覚悟していただければと思います。
ビーレジェンドブラック 420g 11月22日金曜日12時から発売となります。で、まあ詳しいことは、まあこの YouTube もそうですし、概要欄等にあります URL に飛んでご確認をいただけたらと思いますし、もし購入されて飲んだ方、どんな味かっていうのもぜひね、まあ、YouTube のコメントでもいいですし、SNS 等で、ハッシュタグ B レジェンドで、つぶやいていただけますと、幸いです。まあ、この流れ次第では、今後この味もどういう風に展開していくかわかりません。もう本当限定とするのか、まあ、はたまたレギュラーとするっていうこともできるとは思うんですけど、その反応次第は、いろいろ考えもございますので、ぜひご協力いただけたらなと思います。このチャンネルが、いいなと思った方はチャンネル登録をしていただければと思いますし、この動画ぜひグッドボタンを押していただければ我々も励みになりますので、ぜひご協力をお願いします。というわけで、本日はこれまで。 B レジェンド上野でした。さよなら。